今回は、スンスンちゃんって可愛いよねに対する読者の反応集を紹介します。スンスン可愛い。わかる可愛い。固定ファンついてるやつ。スンスンしたい。3人の中で一番可愛い。3人組なのにブレソルで1人だけコスプレして優遇されてる子。アランカル女子で一番好き。いい子そうなのもいい。3人組のパシリになりたい。スンスンの髪スンスンしたい。タイプがやべえんだよな、これ。ナイスなコスプレもらいやがって。シーアンスンスンが本名なんだ、思っていたより可愛い本名だな。声がひなもりと剣役なのこの子だっけ。声優が同じなのはひなもりももじゃなくて、黒崎ゆずの方だぞ。ブレソルの運営理人さんにもスンスン好きがいると思われる。着物スンスンは必殺技の演出といいクリア後のモーションといい、サービス感がすごいから運営理人さんの熱意がなんかわかる。萌え袖が可愛い。パフューム。言われて納得した。アパッチイコールノッチ、ミラローズイコールアーちゃん、スンスンイコールカシユカ、と言われて確かに納得した記憶。見た目特徴と性格が3人娘で一番いい。アパッチも可愛い。アヨンも可愛い。ママたちを心配するところあざとい。スンスンちゃん可愛い。でもなんでゴリラに引き連れてるの？ハリベルがスンスンとゴリラを連れているのでは？アパッチも結構あるよ。スンスンは品があるな。決戦編でも出番あるから楽しみ。あとアヨンも。ひとひらの花びらのカバーめっちゃスコ、みんなもスコレ。え？品のあるエッチなキャラは人気があるという法則。スンスンちゃんはおしとやかな淑女感あって可愛い。アパッチはよなられてるのみたい。スリットがエッチ。師匠ってたまにこういうしこらせに来てるとしか思えない女の子出してくるよな。たまに？常時解放型なんだよな。やはり、常時解放型は、存在するのかもしれぬな。キャラデザは本当にセンスあるよな。いろいろ言われたけど新桜大戦もキャラデザは好きだった。キャラデザとネーミングセンスとワクワクさせる山盛りの設定と、超絶かっこいい構図くらいしか才能ないよな久保師匠。一目見た瞬間に師匠の絵だってわかる画風でありながら、キャラデザの幅がめちゃくちゃ広いのすげえわ。ハリベル様の隣に一番ふさわしいと思う。実際アマゾネスな二人に比べたら比較的まともだから、冷静なハリベルの副官としては一番適任ではある。アパッチが好きです。仲が悪そうなのに一緒にいる三人組、かなり長い付き合いらしい。前髪パッツン黒髪ロング、萌え袖、ヘビ、スラッとした体型、あい、はるかにいい。どんな経緯で腕を合体させようと思ったんだろうか。主であるハリベルを己の腕を犠牲にして守る怪物とか。この3人の薄い本が少なくて悲しい。ハリベルはいっぱいあるんだけど。ローズが好きな俺、いたんか？ようこそ。マイクロビキニでシックスパック女子会へ。大鳥橋がマイクロビキニ装着してるところ想像したわ。勘弁してくれ。一瞬なんでバイガードのあいつが？ってなったけどそういやミラローズだったな。ミラローズって呼んであげないと表記がややこしくなる。若干難儀な娘ローズ格好大鳥橋との兼ね合いのおかげで。本名なのに大鳥橋老十郎と被って印象薄くなるミラローズかわいそう。ローズの本名のセンス好きだわ。あの名前からローズになるところも含めて。拙者ミラローズに抱かれたい侍。お主が異端と呼ばれるなら拙者も異端の道を歩もう。カラーエ初めて見たけどこんなスリットスリットしてたんだスンスン。エチエチだなー。なんかうろ覚えだけどあの山爺も性癖に刺さって手加減して殺さなかったんだっけ。そんな横島な理由で加減する山爺嫌や。欠損女子ええな、息に免じてやけど程度で済ませてやるわ、みたいなことを言ってた気がするねん。石腕で挑む息は吉だよ、石腕ええやんで手加減する山爺とかドン引きだよ。石腕直さなかったの言う派ばっかにも詰まられてたけど、山爺ってそういう気概とか好きそうだからなぁと改めて思った。微妙にニュアンス変えてて草。石腕でも挑んでくる息を認めたのであって石腕女子が好きなわけじゃねえよ。確かに今冷静に考えると山爺に刺さったのは石腕じゃなくて強気女子はカラセだったんだな。変なこと言ってしまってすまねえ。山爺の性癖がどんどん最低になってて水分枯れるわ。アパッチもスンスンも可愛い。は？ミラローズも可愛いんだが？お前罪深いやつだな。目乾くわ。全員可愛いね間違いない。この美少女3人の腕混ぜてなんであんなよなの化身みたいな化け物が生まれるんだろうな。しかもなんか普通に腕混ぜ直したらリポップするし。アヨンとかいう師匠のよな欲が生み出した性癖の怪物。可愛いし何より美しいよね。貧乳なのもポイント高い。なんとはないけど、すごく臭いもの嗅いでいつもの仕草で嫌な顔してもらいたい。ハリベルチームの他の3人がゴリゾネスみたいな見た目してるから、一人だけ黒髪美人なスンスンが余計可愛く見えるんだよ。アパッチもノウスジだけどゴリラではないだろう。
アパッチはゴリラというかチンパンジーやろ。俺はチンパンが一番好き。ダック直後のスンスンが一番好き。解放したら下半身ヘビとか最高かよ。ヌルヌルなのもポイント高い。ブリーチでは珍しいスレンダーでセクシーなキャラ。この漫画基本セクシーキャラは巨乳だからブリーチ内でのそういう需要はほぼスンスンとソイポンが担ってる感。従属感もどいつもこいつもかなりキャラ立ってんだよね。本当に最も一番目立ってたのおそらくクールホーンさんだろうけど、スンスンもゴリラ二人も可愛いし、ハリベル様は下乳エッチで美人だし、ハリベル様よ従属感になって三人娘にパシられたり時々ハリベル様に褒められたい人生だった。再登場で衣装変わってるのちょっと意外だった。男キャラも多いんだけど女キャラのレパートリーが多いのがすごいんだよな。みんな魅力的だわ。言動の悪いアパッチをめちゃくちゃにして分からせてやりたい。ほんとブリーチの女キャラみんな魅力的。スンスン含めた3人娘とランギクのやりとり好きだわ。小説のキャントフィアーユアーオンワールドで再会して欲しかったけど叶わなかったの少し悲しい。あれだけお祭りできる作品ならもっと出番欲しかった。改めて見るとミラローズもアパッチも美人だな。長身のイメージがあるけど実は154センチと結構ちっちゃい子。それだけスレンダーってことなんだろうな。